韓国のクリスピードーナツで、冬のクリスマスシーズンの限定商品を買ってきました。これクリスピードーナツ大好き。あ、ごめんなさい、クリスピークリームドーナツ。今まで何回も指摘されたのに私ずっと学ばない学ばない女、マジでちょっと直さなきゃ。はい、でね、ちょっと私が好きなやつも1個だけ追加したんですけど、見てこれ、箱がまずクリスマスバージョンになってる。めっちゃ可愛い。これいいよね、この箱の段階でさテンション上がるっていうね。はい、じゃん、うわー可愛い、可愛い。あ、ちょっと待って、サンタの足埋まっちゃってる。これ本当は立てってんだよ。まあ仕方ないか、箱でぐじゃってなっちゃったんかな。まあでもこれでも可愛いね。サンタもいるし、雪だるまもいるし、プレゼントあるし、これもなんかわからんけどあるし、サンタ埋まってる雪に。めっちゃ可愛い。これオリジナルかな。ちょっとさ、一旦並べるよ。はい、今回買ってきたのがこちらのスノービーホリデイハーフサイズのセットです。でね、1個私が大好きなこれがね、グレイズドチョコレートケーキっていうやつ。名前にケーキってついてるくらいね、チョコレートケーキみたいなドーナツなんですよ。で、ドリンクはね、ミルキスです。ちょ、大量にこれね、箱でもらったから、ちょっと最近動画でフル活用してます。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。まずミルキスから。美味しい。ちょっと一旦これもでも定番からいくか。これはグレイズで、あのクリスピークリームドーナツ、韓国でも日本でも定番かな、ありますよね。もう久しぶりに食べた。なんか、もっぱんじゃないとクリスピークリームドーナツ意外と食べない。やっぱりダンキンがさ、そこら中にあるから、ダンキン近場行っちゃうんだよね。もうさ、砂糖コーティングが美味しすぎる。ドーナツがなんかふんわりしてるんだけど、ちょっとねしっとり感、なんかもう説明できん、この美味しさはすごい。あっという間だよ。うわ、これさ、ほんとクリスピークリームドーナツ今回7個買ったけど絶対すぐなくなるからね、もう分かるんだって。もうどうしよう、プレゼント行こうかね。これかわいいよね。あ、こっち向きだった、紐がチョコになってる、かわいい。ちょっと割りますね。あ、これ何？あれ？何？みかんのジュレというかフィーリング入ってんのかな？なんだろう？りんご！りんごジャム美味しい！上のチョコがまた、うまい！美味しい。どうしよう。うわ、これすごそうだな。これいってみようか。なんかこのほら、なんていうんだっけ、ステッキみたいなやつ。よくほら、クリスマスにぶら下がってるやつ。名前なんだっけ。あとほら、チョコリーフパイっていうのもついてる。なんかほら、クリスマスツリーのもみの木かな。これは多分さ、穴が開いてるやつだから中何も入ってないよね。ちょっと割ってみようか。あ、入ってないわ。見たわかるけど、グレーズドドーナツだ。グレーズされてる。美味しい。これさ、青い部分、多分だけどサイダーっぽい味がする。あ、っていうかな、サイダー、そうだ。え、珍しい。サイダーとかソーダ味って夏によく出るんだけど。素敵。ホワイトチョコ、リーフパイ。リーフパイ、よくお菓子であるやつだ。真ん中さ、生クリーム入ってる。
美味しすぎる。ちょっと値段言ってなかったけど、スノーウィーホリデーハーフダズンっていうやつで15,500円です。あ、マヨ、サンタクロス行く？サンタクロス、これサンタクロスじゃない。雪だるま。サンタクロスこっちの2つだよね。足と顔。はい、ごめんなさい。雪だるま行きます。すごい。かわいいね。めっちゃかわいい。あります。あ、上なんか砂糖コーティングというかわかんない、なんかつぶつぶが多分あれだよね、雪っぽくしてんだよね。なんかちょっと茶色っぽい薄茶のクリームが入ってます。めっちゃ美味しいんだけど、上がさ、なんかホワイトチョコにジャリジャリの大粒の砂糖ついてる。うまい。うわ、これ美味しいな。これはね、ちょっと待って、私マカなんだけど、ね、味覚音痴、クリクリバムクリームって書いてる。栗のクリームだ、栗マロン。待って、本当だ。待って、言われればマロ栗なんだけど、え、でもなんでがっつりシナモンの味したね。え、マジで味覚音痴。あのね、言われてみて食べれば栗だわ。うん、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 うわ、これ、うん、やば。幸せモッパンだ。次、サンタ行くか。サンタ行ってみます。アワテンボーのサンタ、これ名前なんだ、スノーサンタだそうです。スノーです。ヘーゼルナッツチョコをたっぷりに使った、クリスマスのサンタだそうです。あ、上、あ、待って、硬いんじゃない、なんか柔らかいクリームだ、上が。はい、あ、本当だ、ヘーゼルナッツチョコレートかな、入ってます。うわ、美味しそう。めっちゃ美味しい、これ。まずヘーゼルナッツのチョコが濃い。しかもさ、めちゃくちゃ濃厚なホワイトチョコ、中のチョコクリームよりも外のホワイトチョコの方がすごい濃いでね、この赤いサンタの頭、帽子の部分はこれドライフルーツ、イチゴの。めっちゃ美味しい、え、これマジで美味しいよ。うん、クリスピークリームドーナツすごい。美味しすぎた。クリスマスシリーズ、最後がサンタマジックブーツってやつ。まあそうだよね、ブーツというか、まあ、サンタ埋まってる。雪に埋まっておりますけど、これでも穴が開いてるやつなんだ、ドーナツ。あ、ほら、やっぱりこれもグレーズで、あの、だからベースのドーナツは全部あれじゃない、元のやつと一緒じゃない。これね、牛乳クリームだそうです。うん、美味しいけど、何が牛乳クリームなんだろう。あの、普通にチョコかかって、上のこのほら、さっきのイチゴのね、ドライフルーツ。どこ？どこ？生クリームが？違う？生クリーム、普通に生クリームだよね。何が牛乳クリームなんだろう。うん、牛乳クリームって書いてんのにな。また私の味覚音痴がさ、発動してんのかな。めちゃくちゃ美味しかったです。で、ずっと常に定番にあるこれ、めっちゃ美味しいから、もう私クリスピークリームドーナツ紹介するためにこれ言ってる。これね、グレイズドチョコレートケーキっていうやつなんですね。もうチョコレートケーキ、周りのね、この砂糖コーティングがめっちゃ美味しくてサクってなるのと、中がね、めちゃくちゃしっとり。うん、チョコすっごい染み込んでる。
美味しすぎてやばい。これは本当に一押し、一番好き。私ね、ドーナツだとね、絶対ポンデリングが昔から一番好きだけど、もうね、クリスピークリームもダンキンドーナツもミスドもどこをね合わせてもこれが一番好きかも。グレイズドチョコレートケーキ、もうこれね、もうね、説明できない。とりあえず究極のしっとりにサクサクが、サクッというか、砂糖コーティング最高。終了してしまった。あー、美味しかった。クリスピークリームドーナツとかね、ダンキンドーナツとか大体新商品出たら結構買うんですけど、いや、今回のこのね、クリスピークリームのクリスマスシリーズめっちゃ美味しかった。なんかどれも一個一個本当に大当たりって感じぐらいめちゃくちゃ美味しいやつ。これは買って大正解というか、買ってほしいなと思います。めっちゃ美味しかったです。なんかダンキンドーナツでも今ね、新しいのが出るらしくって、ていうかもう出てんのかな、わかんないけど、そっちもちょっとね、また食べたいなと思ってるんで、私ドーナツめちゃくちゃ好きなんで。はい、じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。